韓国に帰任して1ヶ月、大統領代行に総理の意向を伝えました。韓国のファン・ギョアン大統領代行は午後、国連安全保障理事会の各国大使を招き、北朝鮮問題の対応を協議しました。日本の長峰康政駐韓大使も出席し、ファン大統領代行との面会を実現しました。安倍総理のですね、気持ちというものをですね、しっかりと私の方からお伝えした。長峰大使は慰安婦問題に関する日韓合意を遵守するようファン大統領代行に伝えたものとみられます。